伊予鉄道松山市駅伊予鉄高島屋高島屋、伊予鉄高島屋祖合伊予鉄高島屋大観覧車、クルリン株式会社伊予鉄高島屋は、愛媛県松山市に本社を置く日本の百貨店。高島屋系列に所属する一方で、伊予鉄グループの主要市会社である。店舗の屋号は、伊予鉄、高島屋。前身は、 株式会社伊予鉄総合である。伊予鉄道がターミナル型百貨店計画の受け皿会社として1969年に伊予鉄百貨店を設立。提携する百貨店を検討中、当時地方展開を積極的に図ろうとしていた大手百貨店総合が適当という判断のもと、株式会社伊予鉄総合として総合グループ5番店地方進出第二陣として、 松山市駅、ターミナルビルに、1971年7月5日に、開店した。旧祖号グループで唯一破綻を免れた企業である。以後、地域の中核企業である、伊予鉄グループをバックに業績を伸ばし、増床も重ねた。伊予鉄祖号時代は、毎時59分と正午、午後3時には、泉拓作曲のテーマソングを流していた。2000年7月の、 祖号グループ民事再生法適用申請によって、祖号ブランドのイメージが低下し、伊予鉄、祖号の売上が大幅に減少したため同年12月25日に、伊予鉄、祖号役員会により祖号グループとの提携解消を決定。2001年1月末、祖号側と業務提携を同年5月31日にて解消することに正式合意した。 2月にハイランドグループに加盟。2001年6月1日には社名を株式会社伊予鉄百貨店に変更。社名変更に合わせて伊予鉄百貨店にはローズナードという愛称が付けられた。同年10月10日には蔵床をオープンした。2002年3月1日に高島屋との資本提携を行い、社名も株式会社伊予鉄高島屋とした。店名は伊予鉄。 高島屋。百貨店店舗は本店のみ。ただし、愛媛県内の各地にサテライト店を有する。サテライト店所在地は、四国中央市、新居浜市、西条市、今治市、大須市、八幡浜市、宇和島市、愛南町である。高知市にもサテライト店が存在していたが、2002年8月末で撤退した。 2020年12月31日をもって、南和店を翌2021年1月25日をもって、最上店と八幡浜店を閉店する。2020年初頭からの新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、経営合理化を行うという。また、アクトピアオース内で営業するオース店は2021年1月25日に営業を終了。 オズメッセ21内に移転縮小し、同30日に再開店する。本店店舗は、伊予鉄道の松山市駅と一体となっており、駅前広場には、市内電車駅やバス発着所、タクシー乗り場等がある。店舗面積は4万3000平米で、売上高とともに、四国最大の規模を誇る、百貨店である。屋上には、大観覧車、クルリン、という愛称の観覧車がある。 2001年10月10日、伊予鉄百貨店の増床オープンと共に運転を開始した。地上からの高さは85メートル、海抜で106メートルの高さまで上昇し、北は松山城、南はボッチャンスタジアム、西は瀬戸内海を望むことができる。夜間のネオンサインは松山市郊外からでも目印になる。直径は45メートル、ゴンドラ数は32台。 料金は一人700円。運転免許返納の方や外国人観光客の方などを隠し無料サービスもある。営業時間は10時22時。乗車時間は一周約15分。各ゴンドラには冷暖房設置。2016年12月20日、開業15周年を記念し、床面が透明ガラス製のシースルーゴンドラを2台導入。料金は一人900円。 消費税込み3000円以上の購入で、伊予鉄道、伊予鉄バスの300円分の、お帰り、切符を引き換え場所で1日1人1枚、発行してもらえる。お帰り切符は、当日かつ、松山市駅から乗車する場合に、限り有効である。運賃が300円を超える場合は、差額を現金で、支払い、運賃が300円未満の場合の差額の受け取り、及び換金はできない。 2011年3月末日までは、1日1人2枚まで発行及び使用できていたが、4月1日から1枚までに変更された。2021年1月31日付で制度を廃止した。2006年から発行しているクレジットカード。伊予鉄高島屋では、商品を翌月1回払いのクレジットで購入ができる上、現金支払いでも、 カードを提示すれば生鮮食料品など、同社指定商品を除く商品が5%割引になる。イオ鉄カードサービスと提携し、イオ鉄高島屋での分割払い、イオ鉄道など、イオ鉄グループの店舗、施設、指定された全国の高島屋で、クレジットによる利用ができる。高島屋で利用した場合、高島屋が指定した商品を除き、3%割引が受けられる。 また、イオテツグループでの利用方法は、他の IC 乗車券カードと同様に専用端末に触れるだけで決済でき、サインの必要はない。ただし、1日あたりの利用額に制限がある。ICE カードの電子マネー機能が利用できる店舗や設備の中には、イオテツローズカードによるクレジット利用ができないものがあるので注意を要する。カードデザインは赤色に、 バラの模様をあしらった高島屋仕様。IC カード企画としては、直ストライプ入りのファリサで、カード番号や会員指名は黒で印字されエンボスレスとなっている。ローズカード JCB への移行に伴い、発行を停止した。2016年の ICE カードのオートチャージ対応に伴い、JCB ブランドの付いた、イオテツローズカード JCB が発行され、ICE カード一体型とせず、 希望者にオートチャージ対応 IC カードを別発行する形としている。このため従来の IC カード一体型、ハウスカードは新規申し込みを停止した。年会費は初年度無料。2年目以降は本会員1000円、家族会員1名250円である。伊予鉄、高島屋でのお買い物は5%優待割引があり、1年間の 累計購入金額が100万円以上で次年度より2年間優待割引率が7%にアップする。その他、特別優待会の参加やお中元、お歳暮の優待などの特典がある。JCB 加盟店、イオテツカードサービス加盟店での利用でワクワクポイントが付与される。イオテツグループが発行する ICE カードゴールドを申し込むことができるほか、 カード提示により、伊予鉄市駅西駐車場が2時間無料になる。伊予鉄市駅西駐車場、伊予鉄、高島屋契約駐車場は、購入額1000円以上、2000円未満で1時間まで無料。購入額2000円以上で2時間まで無料となる。ローズカード、伊予鉄友ともの開会印象を持参の場合、伊予鉄市駅西駐車場は、カード提示で2時間まで無料。契約駐車場は、 購入額1000円以上、かつカード提示で2時間まで無料となる。さらに、2018年9月3日から、平日に限り、購入額1万円以上、かつカード提示により、合わせて3時間無料となるサービスを開始。広報資料、プレスリリースなど一時資料ミニ4ニュース01ミニ、4区ジャパンカップヒストリー、ヒストリーオブザジャパンカップ、タミヤ公式。 2020年12月6日閲覧。表記上、当時の名称である、いい鉄祖号名義となっている。ありがとうございます。